はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーをやっていきたいと思います。今回は5位の岡山ピーターローズ戦です。ま、勝てれば勝ちたいと思います。ってなんだろう。トップとは今勝ち点1差です。こんな感じですね。トイレを出しましょう。ミオとカーリー、サツキを出しましょう。ミホー、ヒロタをカーリー行きましょう。サツキの輪でいいです。ラカー、オニマロ代わりかな。強菊池の代わり入れましょう。こんな感じ。先方は、難しいですね。無理せずゾーンディフェンスでいきましょう。おっと、勝率すごいな。ホームとはいえ 50%。圧倒してます。でも本当にこれ勝てるかって言ったらまた別問題なんですよね。イメトレです。一進一退の攻防ですね。おっと、ファールですか。さあ、緑。さあ、いいセンタリングだが、これは、決まらない。節子、気をつけろ。あと、1対1になってしまった。あと、先取点入れられてしまったよ。まさかの展開。抜けられてしまった。守備がちょっと弱いのかな。オフサイドですね、これ。オフサイド、なんかオフサイドエリアがすごい深いな。おっと、取れない。相手の方がうまく働いてます。中んだかりあっさり持っていかれて2点目なんと奪われた。どうしちゃったんだ？クラワーカリバーズ。やっぱりくるみだよりの傾向は強いのか。おっと、萌えと節子がもうバテてます。すぐに交代ですね。
ょっと下がりましょう、ゾーンを。ゾーンを下げて生きていこう。さあ、もう2人交代してます、この時点で。まだ前半も終わってないのに。これがどう響いていくか。いいセンタリングだが、これがまだ、ミホ、取られてノーホイッスル。なかなか当たりが強い。気をつけろ。前半ここで終了。なんと予想外の展開。中んだかれをマークしたいと思います。自分で持っていてシュート決めますからね、この選手は。窓からあっさり抜け開いた。しかしさつきがここは止めます。さあ、これはチャンスだ。菊池入った。1点返しました。ディフェンダーの菊池が、いつの間にかディフェンダーラインも結構上がってんですよね。このうまいパス、サツキから菊池にチェンジしました。そのサツキはもう7個を投入です。マドカとチェンジさせます。このゲームやっぱり決定力が大事ですよね。点を取るゲームだ。さあ、7個変わったばかり、フレッシュです。さあ、うまくパス回しをしてるぞ。だからちょっとこれは取られてしまった。ちょっと荒かった。立浪、幸子がナイスキープ。美穂がかなりちょっと運動量が落ちてる感じですね。さあ、小山、奈々子がかける。アウト出ずに済んだが、さあ相手をスローイン、なかなかいい。ここはもう夏希が自分で出ていきました。おっと、センタリング、奇襲のセンタリングで7個が、これはさすがに。もう一応7個、1対1になって同点。7個は自分で決めました。ここで、ここはキーパーをしたんですが、さらに抜けて7個が取って1対1になって決めました。みんなバテてますね。さあ、消耗度の激しい戦い。これで試合振り出しに戻りました。松下がうまい。奈々子はキープします。そして奈々子にうまい三角パス。言うな、それは無理があるだろう。さあ、窓かが取った。ナイス。オフサイド。さあ、2対2の同点ですが、ここは無理をしません。さあ、岡山ピーターローズを3人目の交代。これで両チーム交代枠使い切りました。カルベ、ノーホイッスルだ。さあ、何やってんだ岡山。立浪危ない。試合終了。なんとか同点で試合を終えました。言うな、チャンスだったんですが、正確性にややかける。前半結構チャンスは取ってるんですけどね。
逆にここで一瞬抜けられたところをなかんだかれ、先取点を奪われます。そして7分後、すぐに中田家が自分で持っていって悔しい2点目、自分で決める力があるだけに油断できません。さあ一方後半に逆襲を返します。菊池が彩香からさつき、さらにうまい縦パス、そして菊池が最後は決めました。そして奈々子も自分で持っていきます。一回こぼれたところを広瀬から奈々子が奪い取ってシュート、これが同点台になりました。さあその後は押される展開になります。さあここはユーナが言ったんですが、これはちょっと遠かった。さあこれ必死に夏希が防戦、ここでそして試合終了。相手の方に完全に押された試合でありました。はい、この3つの課題をゲットいたしました。これで2位に浮上ですね。佐世保ドックスが3、勝ち点を広げて3点差にしております。さあ愛子選手獲得できる？残念。前半の方が取りやすいんですよね。補強はしやすいんですよね。ちょっと無理か。はい、というわけで、今回岡山ピーターローズ戦は引き分け、まあとはいえ押された引き分けだったのです。くるみがいない中ではちょっとまだまだチーム力を上げていかなければならないという課題の残る試合でした。はい、カルチョビットアーの動画をお送りいたしました。ゲーム動画で以降ではですね、チャンネル登録者数増やしたいと考えております。400人チャンネル登録者数いきましたが、さらに増加を目指していきたいと思います。まだチャンネル登録されていらっしゃらない方、よろしければ、登録ご協力よろしくお願いいたします。また高評価コメント SNS の拡散も歓迎しております。説明欄にブログ、ツイッターのアドレス記載しております。よろしければ見てください。はい、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。動画プレイリストについてはチャンネルをお持ちの方でしたら、貼り付けることができますので、アクセスよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。